地域を盛り上げる町系 YouTuber を目指すオンライン動画講座、私は講師を務めます三田健太です。よろしくお願いします。さて、今回はこの町系 YouTuber っていう言葉を、勝手に作っちゃったんですけれども、まあ簡単に言うと身の回りのこととか町の様子をなんとなく日常から発信して YouTube に投稿する活動をする、そんな方になりたい人に向けた初心者講座です。動画を全部で5回あって準備しております。こっちかな、よいしょ。講座のリスト第1回は YouTuber になるためにはということで、YouTube のアカウント登録のやり方を学びます。第2回動画を撮って公開する手順では、動画をみんなが見れるようにするためにはどういうステップを踏んでいけばいいのかなっていうところです。3つ目はその動画を作る上で気をつけること、そして4回と5回はそれぞれショート動画で見れるやり方と、それからパソコンの編集の仕方っていうのをほぼノーカットでお送りしていきたいと思います。では第1回です。ちょっと早口だなと思ったら一時停止でちょっと止めて、あ、なるほどと、理解していただければなと思います。第1回はまずは YouTuber になるというアカウントなんですけれども、まあ結論から言うとアカウント作るのはそんなに面倒でもないです。皆さんもおそらく会員登録とかどっかのオンラインサイトとかでやってるかと思いますので、それと大して変わりません。そして YouTuber は誰でもなることができます。アカウントさえ作ってしまえば、動画を1本投稿すればあなたも YouTuber です。それくらいの気持ちかなと思ってます。一応この上位の 15%、再生数が多いとかチャンネル登録者数が多いとか、たくさん長い間再生されているとか、そういう方々は収益化といって YouTube からお金がもらえますが、そこを目指すためにはもうステップアップしていってください。今回は誰でもなれるその入り口のところからやっていきたいなと思いますので、まずはアカウントの作り方です。 Google を開いて右上のログイン、もしくは、アカウントを作成するというところを開いてください。まずはアカウントを作成するので、あなたのお名前を入れます。チャンネル名でもいいんですけれども、できれば自分の個人のやつがいいですね。個人のアカウントを持っている方はそのままでも OK です。で、生年月日を入力していきます。この辺は本当に会員登録他のと一緒ですよね。はい。さて、その次は Gmail アドレスです。メールアドレスが発行されます。Google 側からこれ空いてるよって言われてるのもあるんですけれども、自分でこのアドレスがいいなと思ってる方はそれを入力するでも OK です。ただしもう使われているものは使えません。アドレスができたら次はパスワードを作ります。これもね、12345とかそんな簡単なやつはダメです。半角アルファベット数字記号を組み合わせてと書いてあるので、そんな感じでやっていきましょう。そしてパスワードを作ると、今度そのロボットでない操作を証明するってことで電話かかってきます。かかってくるというかショートメッセージが届きます。なので、私は携帯電話の番号を入力したんですけども、するとそこに Google からあなた今登録しましたよねというコード、6桁の数字のコードが届きます。でそれに対してここを入れてやればいいんですね。この画面ではパソコンでやってますけれども、スマートフォンだけでも同じことができるので、どちらかはやりやすい方でやってください。再設定用のメールアドレスというのは、パスワード忘れちゃったなとか、ちょっと困った時になるんですけども、今すぐ絶対追加しなきゃならないわけではないです。さてこれで、利用規約に同意をしたらアカウントの作成はこれで完了です。できました。右上にアカウントマークつきましたね。そしたら今度 YouTube を開きます。YouTube と Google のアカウントは共通です。なので YouTube にログインするときにあなたの今作った YouTube、Google アカウントを入力してください。すると YouTube の画面出てきますが、最初はちょっと全部英語だったりすることもあるかもしれません。その場合は右のメニューからランゲージセレクトを、出して、そして、ジャパニーズ、日本語に、探して入れてあげましょう。これで、読めるようになるはずです。はい。これで読めるようになったので、またメニューを開くと右側の一番上にチャンネルを作成というボタンがあります。これをクリックしてチャンネルの作成に進んでいきましょう。チャンネルのプロフィールは名前とハンドルを入れることです。名前はチャンネル名になるので、今回はここ北広町系というチャンネルにすることにしました。でハンドルというのはそのアットマークの後につく、英数字なので、アドレスみたいな感じで使いますね。上のチャンネル名に合わせて入れておくと良いと思います。はい、これで、アカウントの、基本ができました。ただこれだとちょっとまだ殺風景なので、ちょっといろいろと画像とかを加えていきたいなと思います。もちろんここから先の動作は後からでもできるので、今すぐってわけではないですけども、今気持ちが乗ってるうちにやっといた方がいいですね。で背景画像を決めます。お気に入りの写真を何かパソコンから入れておく、スマホからでも入れておくで全然いいと思います。で次は説明です。
これはあなたの動画を見た人が、おお、この動画のチャンネルって何のことやってるんだろうなと思って見に来た時に表示される文章なので、簡単な自己紹介を入れておくといいと思います。まあ、今回は北広島市で、暮らす町の様子を発信していますとか、まあ、そんな感じで、打ってあります。もちろん、後から変えられますので、まあ、とりあえずって感じで入れといて全然 OK です。次に、リンクというのがあります。もしあなたが、SNS アカウントだったりブログを持っている場合、そこには、ちょっと私こういうこともやってるんだけど見に来てほしいなと思った場合にはそこに、追加しておくと良いと思います。はい、これで、取り急ぎチャンネルのカスタマイズが終了しましたので、公開をクリックします。これでだいたい YouTube の動画をアップする一歩手前のところまでたどり着きました。あなたのアカウント、そしてあなたのチャンネルはこれで作成完了です。おめでとうございます。ね、割と簡単だったと思うんですね。はい、次回はいよいよこのチャンネルの中で動画を撮って公開するという手順に進んでいきたいと思います。よいしょ。はい、それではまた次回よろしくお願いします。今回もありがとうございました。